まりました、テーマスクッキング。今日はね、今日もね、ちょっとね、料理じゃなくて、ちょっとこう、料理じゃなくてというか、これね、気になっちゃったのあるんで、これをね、ちょっとね、食べてみたいと思います。これね、カップヌードル、抹茶味。すごいの出たね、これ。もう何しろ、カップヌードルさんで抹茶ですよ、抹茶。もうラーメンにお茶のコラボですよ。これはね、もうね、期待度ね、半端ないっすよ。僕もね、あのね、昔ね、ちょっと、やっぱ新しい味作ろうと思って、お茶のラーメン研究したんですけど、やっぱその時ね、やっぱ自分の中でやっぱ商品化できるところまで持っていけなかったんですよね。ウーロン茶とかいろいろやったんですけど、まあね、卵とかウーロン卵とかそういうのはできるんだけど、スープ自体をね、やっぱり、なんていうの、まあ、抹茶っていう発想なかったけど、僕の場合は。それをね、やっぱりラーメンにするっていうのはなかなかねデンジャラスだなと思って、しかもこのね大手のねこのカップヌードル、この日清さんがやらかしたと。これはね食べるしかない。もう実際食べてもう期待度もうマックスですよ。もうね新しい味のね扉が開くのかなこれでって。なんせね、だってカップヌードルはもう最高に、俺もう最高に好きなんで。だって普通のカップヌードルもシーフードもカレーももうみんなうまいっすよ。その日清さんがこれを出したってことはどうなのこれ、相当なこれ覚悟のあれなんじゃないのって。一応ねすごい期待感持って今から食べてみたいと思います。さあ今ねお湯入れてきましたよ。こっから3分間これはね神経をね研ぎ澄ましてね待ちたいと思います。もう期待に胸膨らまして3分間黙祷します。黙祷。3分経ちました。あ、ついにこの時が来ました。3分間ってこう黙祷すると長いっすね。じゃあいよいよこのシーフード味の抹茶カップラーメン食べてみたいと思います。いただきます。うわ、見た感じ これですよ。これなんか緑がかってる緑色だよ本当に。微妙、抹茶、そこまで抹茶臭しないですね。ちょっと食べてみたいと思います。なんか海鮮の香りが勝ってるね、やっぱり。いただきます。うわー、麺、ちょっと麺が緑色です。これもしかして麺が抹茶ってことですかね。いただきます。抹茶がもっとガサンとくるのかなと思いきや、こうさりげないんでね。でなんでそのなんていうのかな、シーフードの方が勝ってるし、となるとなんか魚介の感じにちょっとそのなんか抹茶がちょろっと混ざってるって感じで、なんていうかな、僕的にはちょっとこれ、期待してた割には、そこまでなんていうのかな、期待を上回るような味ではない。この味に関しては自分もやっぱり食に携わってるんで、はっきり言うと、人のものをやっぱ評価するっていうのはやっぱり良くないと思うんですよね。皆さん真剣に作ってるんで、このメーカーさんもね、もちろんね、新商品にあたってはすげえ努力されてると思うんで。ただやっぱり単純にね、一個人のこの YouTube を通してのあれなんで、まあ自分の意見はまああれなんですけど、僕にはちょっと合わないかなって思いましたね。なんかお茶とどういう風にコラボってくるのかなって、こう噛み合ってくるのかなっていうところでは、正直普通のシーフードラーメンを食べたくなっちゃいますね、この感じで。まあ初めて食べたものが、もしかしたらね、拒否反応起きてるけど、後々だんだん慣れてきたらやっぱこれがなくちゃダメだみたいなものもあるんですよ。実際にこう例えばパクチーとかね、最近の流行りのやつでも好き嫌い分かりますけど、結局めちゃくちゃ嫌いでも
だって思ってても、それを受け入れちゃうとその癖が強いから、結局それがないと今度物足んないとかね。あの辛いのも結局子供の時は辛いのも無理とかって言ってるのに、大人になったらもう激辛もガンガン食べるとかね。で味覚も変わってきますね。なんでその新しいものに対してはみんな驚くし、なんかうっとこう一旦ね拒否反応を起こすんですよね。だけどそれが受け入れられるかどうかっていうのはこれ勝負だと思うんですけど、うん、だからそこまで、まあ、なってくるものなのかどうなのか、これだから今の抹茶の感じもそうなんですけど、今ちょっと正直ちょっと拒否反応が起きてる感じはするけど、自分の中ではね。だからこれが受け入れられるようになってくると、もっと強く持ってくる、 もっと強いね、あのなんか抹茶味くれよみたいになるかもしれないしね。そこはどん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 下がどんどん進化していくんで、一概には言えないかな。でもそこをやってその革命家さんがものすごい研究されて、すごい自分たちをね驚かしてくれる、これはもう感謝して食べたいと思います。でまあ僕の今日のこの抹茶味のに関しての感想ですけど、うん、自分にはちょっと合わなかったかな、正直。これはもう本当正直言わないとあれだと思うんですけど、ただこれこそ本当にまずくはない、クソまずくてもう食べれないっていうものではない。なんだけど、あ、まあなんていうかな、もうちょっとこう主張するならしてほしかったし、なんていうのかな、うん、もう味ぶっ壊れてももう抹茶みたいなのの方がなんか新しい発見にはなったかな。これなんか、うん、やっぱりシーフード感が否めないかなって思いましたね。うん、まあそんなところですね、僕の感想は。参考にならないかもしれないですけど、まあそんな感じで、ただこの新しいチャレンジのこの、カップヌードルさんの抹茶仕立て、もう本当に食べる価値はあります。食べて皆さん大いに語ってください。語りましょう。食べないと結局語れないからね、やっぱりね、やっぱり味って、うん、やっぱり食べてみないと、うん、いろんな人がいるから、それで食べた人同士どうだったって話すのもいいんじゃないかなと思います。今日の抹茶味、うん、皆さんも見かけたらぜひ食べてみてください。で自分の感想、うん、あったらコメントなんかにいただけたらいいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。